皆様本日はエヴァンゲリオンラッピング列車出発式にお越しくださいまして誠にありがとうございます。それでは皆様大変長らくお待たせをいたしました。ただいまからエヴァンゲリオンラッピング列車出発式を執り行います。申し遅れましたが私本日の司会を務めます小川彩乃と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆様ご存知のエヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンは1995年のテレビシリーズから始まった世界的に人気の高いアニメーションです。未曾有の大災害セカンドインパクト後の世界を舞台に人型決戦兵器エヴァンゲリオンのパイロットとなった14歳の少年少女と謎の敵使徒との戦いを描いています。スタイリッシュな映像と謎に満ちたストーリーはアニメの枠を超え一大ムーブメントを巻き起こしました。ここ天竜二俣駅が作品の舞台のモデルの一つともなりました。シリーズ完結編新エヴァンゲリオン劇場版は興行収入100億円を超える大ヒットとなりました。本日お越しの皆様方もご覧になった方多いのではないでしょうか。それではエヴァンゲリオンラッピング列車出発式の開催にあたりまして、まずはじめに主催者であります天竜浜名湖鉄道株式会社代表取締役社長松井義正より皆様にご挨拶を申し上げます。皆様おはよう。天竜浜名湖鉄道の松井でございます。本日はお忙しい中エヴァンゲリオンラッピング列車の出発式にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。こうした、晴天に恵まれまして、こうした中でですね、こうして出発式を迎えられたこと大変嬉しくまた光栄に思っておるところでございます。同時にですね、今日お越しの皆様をはじめとした鉄道ファンの皆様、そしてエヴァンゲリオンファンの皆様、また、ご列席のですね、浜松市を盛り上げるためにですね、観光庁の、補助金を通じてですね、ラッピングの費用を、ご負担いただきました浜松市様、それと我々と一緒にですね、この地域を盛り上げるために同じくラッピング列車の運行を開始していただきます、遠州鉄道様、それとですね、3月の劇場版公開以来、エヴァンゲリオンの関連グッズの販売をはじめとした、案件使用の面でですね、柔軟かつ優しくですね、我々に対しまして、案件の使用のご指導いただいておりますグランドワークス様、皆様に本当に心より感謝申し上げます。ここに来てやっとコロナも少しずつ落ち着いてまいりました。弊社としましても一昨年来ですね、このコロナ禍において大変厳しい状況になっているところでございますけれども、このエヴァンゲリオンの運行開始を起爆剤としてですね、今後これが復調のにつながっていきたいと、逆に言うとつなげていかなければならないとこのように思っているところでございます。それにつきましてこの場をお借りしてですね、皆様にお願い申し上げたいことがございます。一つ目はご覧の通り、このラッピング列車、外観も素敵でございます。もちろん、遠鉄さんの、ラッピング列車も同様でございますが、この内装につきましてですね、また後ほど見る機会がございましたら、ぜひ見ていただいて、内装もかなり、素敵なものになっておりますので、ぜひ乗っていただきたいと、本日、残念ながら乗れない方も、含めましてですね、乗られる方も含めて、ゆっくりですねこの列車を乗って堪能していただきたいなとこのように思っております。で、2つ目はですね、本日のこの出発式につきましては人類乗車計画のスタートの一つに過ぎません。12月以降ですね、スタンプラリーその他各種のコラボ企画をですね、実施してまいります。近日公開予定の、人類乗車計画と特設ページというところでですね、その内容をこれから、周知してまいりますので、ぜひこれをご確認の上、ぜひこれらのイベントにもですね、参加いただきますようよろしくお願いいたします。
何かお願い事ばかりで恐縮でございますが、最後に本日に関するお願いを一つさせていただきます。本日たくさんの皆様がおいでくださっております。この後西鹿島駅ではですね、沿鉄のラッピング列車さんと、揃って停車する時間帯もございます。ホームがですね、大変混雑することも考えられますので、連絡事故等ないようにですね、譲り合いの、精神でもってですね、お楽しみいただきたいなと、このように思っております。この先ほど申し上げた中の素敵な内覧、中を見る内覧会もですね、11時22分に、西鹿島からまたここに戻ってまいりまして、その後ですね、ここで一般の皆様にもですね、内覧の時間を設けております。でもう一回ここにもですね、内覧の時間を設けさせていただきますので、その時にじっくりご覧になっていただければなと思います。ということで、本日は本当にお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日は山本市と本日会社代表取締役社長松井より皆様にご挨拶を申し上げました。それでは続きまして、本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆様方よりご挨拶を頂戴いたします。まずはじめに浜松市副市長長田茂樹様、お願いいたします。皆様、おはようございます。本日はですね、このような晴天のもと、天竜浜名湖鉄道エヴァンゲリオンラッピング列車のですね、出発式がこのように多くの皆様にお集まりいただきまして、盛大に開催されますことを心よりご喜び申し上げます。この事業の推進にあたりまして、格別のご理解とご協力を賜りましたグラウンドワークスさん、そして事業のですね、推進にご尽力いただきました天竜浜名湖鉄道様はじめ、関係の皆様のご尽力に対しまして、開催地を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。ご案内のようにですね、昨年の3月からこの浜松でもですね、新型コロナウイルスの感染が広まりまして、飲食業、そして宿泊、運輸等のですね、観光業につきましては多大な損害を受けているところでございます。その中ですね、明るい話題の一つとして、私も希望を持ちましたのは、今年3月に、公開されました、新エヴァンゲリオンの劇場版でですね、この天竜二俣駅が、第三村のですね、モデルということでございます。これは大きなですね、起爆剤になるというふうに考えまして、先ほど松井社長様のお話にございましたように、国土交通省の観光庁という組織がございますけれども、そちらの既存観光地の再生高価価値化推進事業、こういった事業がございますので、その一つにですね、このエヴァンゲリオンのコラボ、そして他の地域のですね、観光地の振興、これを入れましてですね、申請したところ見事ですね、採択をされたということで、これはやはり、エヴァンゲリオンのコラボというのは本当に大きかったのかなと思っているところでございます。で、先ほど社長さんもおっしゃいましたけどもですね、今年の3月からこの天竜二俣駅、市外、県外から多くのお客様ご来場いただいて本当に感謝しているところでございますが、ぜひですね、天竜二俣鉄道に、天竜二俣駅からですね、この天浜線に乗っていただきましてですね、ぜひこの天竜だけではなくて、天浜線の沿線、そちらの振興にもですね、また力添えがたまればありがたいなと思っているところでございます。また県外からお見えの皆様におかれましてはですね、浜松駅起点になると思いますので、この時には、遠州鉄道のですね、西鹿島線、こちらもラッピングやっておりますので、それをご利用いただきまして、そしてこちらまで足をお運びいただければありがたいと思っているところでございます。娘にあたりまして、この事業のですね、成功と、そして、本日のご主人皆様のご検証方を記念いたしまして、簡単でございますけどもご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。頂戴いたしました。
続きまして遠州鉄道株式会社取締役運営事業本部長小野田武様よりご挨拶を頂戴いたします。それではお願いいたします。皆様おはようございます。おはようございます。続きましてエヴァンゲリオンの関係を管理する株式会社グランドワークス柳様由香様お願いいたします。皆様、たくさんの方にお集まりいただきまして本日は誠にありがとうございます。ご紹介いただきましたグランドワークス柳さんと申します。今回このような晴天に恵まれまして大変嬉しく思っております。この、今第三村ですけれども、天国二股駅は新エヴァンゲリオン劇場版の第三村という舞台の重要なモチーフの一つになっています。歴史ある駅舎やそれからあちらの電車台などですね、庵野監督をはじめとするエヴァンゲリオンのスタッフ全員がこちらで大きなイマジネーションをいただいたものと思います。おかげさまで映画は素晴らしいものとなり皆様にも喜んでいただいたことと思います。それを機会といたしまして今回エヴァンゲリオンのこのような素晴らしいラッピング電車を作っていただくこととなりました。演出演奏監督も同じようにラッピング電車を作っていただいております。エヴァンゲリオンをフックとして遠州鉄道さん、そしてそれから天竜浜田さん、皆さんの観光をたくさん楽しんでいただきたいと私どもも思っております。少しでもお力になれれば幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。ご挨拶を頂戴しました。それでは続きまして本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆様方によりましてテープカットを行います。私がお名前をお呼びいたしますので恐れ入りますが係のご案内に従いましてテープの前にお進みください。それではまずはグランドワークス柳沢様お願いいたします。ホーム上り方面より準備をお願いいたします。続きまして浜松市副市長長田様お願いいたします。続いて天竜浜名湖鉄道松井社長お願いいたします。そして遠州鉄道小野田様お願いいたします。それではこの後ですが写真撮影の時間を取ります。皆様どうぞ右手でハサミを持ちまして左手テープに添えてください。そして今テープにハサミを入れるその状態で笑顔で前のカメラにお願いいたします。
それでは、カメラの方はこちらですよ、手を挙げるなり、何か合図をお願いいたします。さあ、まずはどちらのカメラよろしいでしょうか。はい、では今正面で手を挙げています、あのこちらの男性に向かって笑顔をお願いいたします。さあ、そして今ですね、列車がやってまいりました。皆さん、この瞬間もぜひ、ね、一緒に見届けていただきたいと思います。さあ、それではどうでしょうか、よろしいでしょうか。はい、ではあちらの女性の方。ではよろしいでしょうか。はい、それではこの後私がどうぞと申し上げましたら、テープにハサミをお入れください。それでは参ります。本日からエヴァンゲリオンラッピング列車がここ第三村から発進いたします。エヴァンゲリオン発進、どうぞ。しばらくその場でお待ちください。この場でですね、本日ご臨席いただきましたご来賓の皆様方と記念撮影をいたします。それではこの後ですが、係の指示に従っていただきたいと思います。さあ、今ですね、列車が入りますので少々皆様ご注意お願いいたします。この後ですが、ご来賓の皆様とともに記念撮影を撮ります。その前に、ただいまこちらの前列車が通ります。